2日連続の過去最多更新です。新型コロナウイルスについて鳥取県で新たに過去最多219人の感染が確認されました。2日連続の過去最多更新、県西部を中心に広がる BA.5 が理由とみられます。新規感染者数が219人と2日連続で過去最多を更新した鳥取県。感染拡大の理由について平井知事は、特に西部では 83% までこの BA.5 と疑われる BA.4 ないし BA.5 という、そういうスクリーニング結果が出てきていまして、急速に進む変異株 BA.5 への置き換わり、県全体では先月20日の週で 7% だったのが、今週に入ってからは 56% と急増しています。特に県西部では 83% まで増え、感染者が急増した時期と一致します。今回の感染者急増は BA.5 への急速な置き換わりが原因と考えられ、平井知事は BA.5 第7波特別対策プロジェクトを発動し、感染予防をレベルアップするよう呼びかけました。いわば総力戦で、私たちはこの BA.5 第7波に立ち向かっていくと。島根に続き鳥取も新たな局面を迎えています。数が伸びているのはそういうお医者さんの、こうした状況を受け、鳥取県は今日、西部地区に県版の新型コロナ注意報、中部地区に感染拡大注意情報を新たに出しました。鳥取県は今ここに踏みとどまれるか、あるいはまた急上昇のペースに戻ってしまうか、その分かれ道になってきておりまして、どうか。また県は今回の感染急拡大を第7波と捉え、特別対策プロジェクトを始動しました。調整本部を県庁内に設置し、市町村や医療関係団体などと連携、基本的な感染予防対策の徹底とワクチン接種のさらなる推進、検査対象を拡大するとともに医療体制の強化を図ります。感染者の急増により検査体制の維持が困難となる中、島根県は検査対象を一部で縮小する一方、鳥取県は対照的に拡大します。幅広く PCR 検査を実施するため市町村の協力を求めます。今具体的な内容は調整中でありますけれども、県の業務もかなり逼迫してきている。保健所業務等の最前線が非常に回りづらくなっているということも聞いております。従来県が担ってきた業務の一部をですね、市の方でバックアップさせていただくと。連携体制を強化しながら、知事の言葉通り総力戦で感染の早期封じ込めに取り組みます。こうした中、検査の現場では、お願いします。鳥取県を中心に PCR 検査などを行う米子市の R0、感染の急拡大に伴い、今の PCR 検査数は1日およそ3000件。コロナ禍で過去最多となっています。検査体制や検査キット不足への懸念については、前回の第6波の時はですね、かなりその資材不足に悩まされました。今回はですね、鳥取県内の企業さんがかなり在庫を持ってもらったりとか、我々の検査に対してすごく協力的に動いてくださって、今のところ私たちが検査する分にはかなり余力があります。まだ余力を残す検査の現場ということは、接触者の把握など実際の検査に臨むまでの調整が肝になりそうです。こうした中、ハイシーズンを迎えた皆生温泉の旅館では、もう3年目同じようなパターンでこう流れてきておりますので、毎年、ちょっと非常にですね、やっぱりもう息切れじゃないんですけど。明るい兆しが見えてきた矢先、またも山陰両県で感染が拡大、再び自粛の動きが出ているといいます。やはり鳥取県といいますとですね、どちらかというと、全国でも一番感染者数が少なかったということでお選びいただくということが多かったわけでございますけど、
関東の方からのお客様がですね、反対にですね、鳥取島根のあたりは結構増えてて心配だからキャンセルされると。さらにキャンセルの動きは山陰の中でも、今日から明日にかけて島根県からの修学旅行生が50人以上宿泊する予定でしたが、急遽キャンセルになったといいます。早々に梅雨も明け、今週末には海開きで書き入れ時を迎える皆生温泉、新型コロナの一刻も早い収束を願うばかりです。